こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。プレステ3が始まった。何のソフトかな？最近の、ウプ主は、あれだな。阪神の優勝ちゃうねんし。ま、多分あれね。当たり。久々、でもないが、リッチレイサー7だぜ。ひたすら、リッチレイサー8、待ってまーす。やっぱり、鉄拳8が発表されたんで、SNS じゃ色めき立ってるようだな。実現してほしいけど、どうなんでしょうね。対戦格闘ゲームも、レースゲームも、昔に比べると需要は減っているな。でも、ナムコは対戦格闘ゲームの最新作を発表したと。ナムコってか、バンダイナムコも企業だし、リサーチした上だろうな。とりあえず、対戦格闘ゲームの方が売れると？そうだなぁ、セガもバーチャファイター e スポーツを配信したしなぁ。日本じゃ、レースゲームを続けているのは、ポリフォニーデジタルくらいね。あれはあれで面白いが、全く毛色が違うな。やっぱり、リッチレーサーでドリフトしたい。そうなんだよな、気持ちいいんだ。ゲームらしくて、楽しいし。この、リッチレーサー7のロゴも、見飽きたぜ。長いし。なんて言いながら、ウプ主、永瀬玲子まで見るんでしょうね。ま、まあな。ウプ主的には、永瀬玲子を見ないと始まらないらしい。じゃ、ローディング、デモ画面、ローディング、で、永瀬玲子ね。そうなるな。ローディングが長いのよねー。仕方ないけど。当時は何とも思わなかったがな。デモ画面は一瞬で飛ばす。で、ローディング、それで今回は何するん？あ、永瀬玲子。わざとらしく言うな、だから、今回はなんなん。今回は、ひたすら、リッチレーサー7を走るぜ。それも、リッチステートグランプリの、クラス1でやる。一番速いクラスね。そうや、それも同じレースを上下で。運転席画面と、リプレイ画面を並べるぜ。じゃ、今までみたいに、片方を伸ばしたりしなくていいのね。そうや、編集が楽やし、クラス1そのままの速さだぜ。今までは、長い方に合わせて、速い方を伸ばしていたもんね。今回は、ウプ主のチューニングした。クラス1の車の速さそのままだぜ。ウプ主、その時々の体調によって、走りが変わるけどね。まあ、ウプ主も、年だからな。そうね。リッチステートグランプリ。車はいつもの、ウプ主の御用達だぜ。いつもの車ね。じゃ、行くぞ、ダークサイドの動作からだぜ。
生物だぜ。
ールドセントラル。Thank you.
765。
次、行くなし大好き、ダウンタウンレイブシティだが、クラス2までしかないぜ、許して。やめるか？残りはまた今度やりましょう。なんかウプ主相当疲れているみたいよ。そうだな、ウプ主も死んでるし、ご挨拶だ。最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストがございましたらコメント欄に。もしこの動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただき大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
over!